こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。ドルビーのロゴが出るから、リッチレイサー7ね。ミニゲームも違うし。まあ、見とれ。消えよか？はぁ、あ。Ridge Racer 7. あーもう、うぷぬし、やりたい放題編集したわね。ほとんど、病気だな。今回も、リッチレイサー7ね。当然、そうなんだが、こないだまでやってた、プレステ5でできる。リッチレイサーズ2と比べると当たり前だが、圧倒的に綺麗で。よく作り込んであるんだよな。そりゃそうよね、プレステ3だもんね。それで、今回は比較してみたくなったぜ。それも、同一画面で。そんなん、できるん？うぷぬし、無理やりやったぜ。へぇ？アーケードモードの同じコースを縦に並べたぜ。おなじみ、リッチレイサーズ2のセレクト画面ね。見慣れた画面だな。やっぱり、コースも。ここね。わかりやすいんで、クラス1で走るぜ。まず、というか、最初、というか、基本だな。車も基本って感じね。そうだなぁ、操縦性が素直で、ドリフトしやすいぜ。相変わらず、この辺、長いわ。まあな、もうすぐ、ローディングだぜ。次は、リッチレイサー7行くぜ。雰囲気がガラッと変わったわ。リッチレイサーズ2の、ほのぼのした雰囲気もいいがな。アーケードモード。シングルレースを選択。当然、同じコースね。コースの長さは、超微妙な、誤差程度の違いがあるらしい。無視していいくらいね。クラス分けも違うが、一番下のクラスを選択。いきなり、グラフィックの差を感じてしまう。プレステ3だからね、ストック状態で、同じくらいの性能の車でレース開始。なんか、うぷぬしレベルじゃ、プレステ4もプレステ5も、グラフィック的には、ほとんど変わらないみたいね。うぷぬしの目じゃ、プレステ3でグラフィックは行き着いたんだろうな。両方のレース前の簡単なコース紹介ね。それと、両方のスタートのカウントダウンまでの動画な。さすがに、古さを感じるわ。おん、かっこええやん。当たり前だが、同じコースでも綺麗で、いろんなものが増えてるぜ。もう、最新のレースゲームと比較しても違和感ないわ。では、そろそろ上下に並べるんだけど、3周同じように走ったつもりでも、時間が違うんだな。車の速さも違うし、ニトロの使い方も違うもんね。まあ、一緒な方がおかしいわな。スタートとフィニッシュで、無理やり合わせます。あ、ちなみに、リッチレイサー7の方は BGM 消してます。リッチレイサーズ2の BGM が好きだからね。うぷぬし、好きなんだよな。じゃ、始める？はいよ、見たらわかるが、上側がリッチレイサー7な。
次、リプレイもやっときます。はい。
うぷ主、この動画作るのにめちゃくちゃ疲れてたな。多分、コンピューターに詳しい人なら、簡単にできちゃうんだろうね。うぷ主、超アナログ人間だからな。で、まだやるの？もう、一コースやるぜ。やっぱり、ここね。せや、ダウンタウンレイブシティや。さっきは、昼と薄暗かったから、いまいち違いがわかりにくかったけど。今度は両方夜だからいいね。まあな、また合わせても、最終ラップくらいから、なんとか合ってくるのかな。今度のコースの長さは、両方ほぼ同じだぜ。じゃ、そろそろ、行きます。はいはい。
今度は結構、合ってたな。そうね、じゃ、リプレイ。
よっしゃ、終わったぞ。うん、うぷ主、頑張った。まだ、真っ暗よ。あら、この音？もしかして、リッチレイサー7のエンディングムービー？せや。私ら、顔出して、喋ってていいの？消えなくていいの？長いし、永瀬玲子は最後に出てくるし、それまでは出ていよう。うぷ主が、そう判断したぜ。ああ、うぷ主、この動画作って、ヘロヘロね。あかんなあ、あいつ。久々にプレステ3で、リッチレイサーをプレイすると、デュアルショック3に、スロットルが割り当てられる。R2 トリガーの方が、ストロークがあっていいと思ったぜ。プレステ5で割り当てられる、R1 トリガーはほとんどストロークないもんね。うぷ主はドリフトのきっかけを作る以外は、スロットル全開だが、デュアルセンスより、デュアルショック3の方が走りやすかったそうだぜ。なるほど。あとは慣れだが、デュアルショック3は、デュアルセンスより軽すぎるそうだ。うぷ主的には、ある程度重い方が好みなのね。まあ、しかし、リッチレイサー7は綺麗でよくできてるな。もう、プレステ3で十分ね。多分、うぷ主なんか、プレステ5のローンチタイトルですって言っても、信用するぜ。うぷ主なんか、今でもプレステ5は、ローディング早いよね？なんて言ってるくらいだし。なんて言ってたら、シルエットで出るんだな。この、エンディングの音楽なんか、普通にオシャレね。深夜の高速道路で、運転しながら聞きたいぜ。そうね、そんな感じね。なんて言ってたら、うぷ主、今 iTunes ストアでこの曲買って、スマホのプレイリストに入れたぞ。Bluetooth で飛ばして、車で聞くのね。こないだ、今回のリッチレイサーズ2の、2曲も入れてたわよ。うぷ主、スピード違反で捕まるぞ。うぷ主、捕まるのは慣れてるからね。だな。うぷ主には、グラフィック的によくわからないかもしれないけど。やっぱり、完全新作のリッチレイサー8を出してほしいわね。プレステ5でな、なんなら配信でもいいぞ。来年、鉄拳8の発売が正式に発表されたしね。そうなんだよな。鉄拳の新作出すんなら、リッチレイサーの新作も出してほしいぜ。バンダイナムコに期待しましょう。だな。エンディングムービーは、RC4100 になってるわね。GTR みたいなデザインだな。リッチレイサー7の、いわゆる、推しの車ね。だな。うぷ主は、ひたすら、アージュプロフェシーをチューンして使ってたな。今、深夜にやってるんだが、腹減ってきたぜ。近所のコンビニでも行ってきたら？天下一品のこってりチャーシュー代でも食べたいな。胃もたれしそう。そうか？そろそろ、永瀬玲子に近づいてきたぞ。そうね、もうすぐだわ。出たら消えるぜ。第三新東京市みたい。エヴァだな。人が出てきそう。アンビリカルケーブルが断裂して吹っ飛んできそうだ。静止画かと思ったら、動画なんだよな。本当にそろそろ永瀬玲子の動画になるから。視聴者の皆様方に、ご挨拶しようぜ。そうね、ご挨拶しましょう。予定より、長くなってしまいましたが、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
ゲームオーバー。